毎度おねぎまるでーやっほー。というわけで購入品紹介していきます。今年からなんかこの価格で漫画とかを買ったら小分けにして紹介しようと思って、マジで結構日常 Vlog とかでも映してるつもりでも全然紹介、何あらすじ紹介してないどころか動画に映してなかったなっていうのが結構あるってことに最近気づいて、ほぼほぼ映してると思ってたのに、なんかこういう感じで小分けで撮っていこうと思ってたら、実はこの他にもあってですね。まあでも今回は年末年始、ほぼ年始に買ってたもの紹介していきます。まずまだちょっと開けれてないんやけど、最強ジャンプの特大号2月号、これは呪術廻戦のオリジナルカードゲーム呪術抜きと遊戯王のカードと大の大冒険クロスブレイドカードもついてる。遊戯王はね昔やってた、今全然やってないから もはやルール忘れたけど。でこれがポスタースペシャルポスター&ステッカー、すごい豪華な。ちなみにジャンプギガの方も買いました。こっちまだ開けてない。であとはこれ最後に開封しようかな、プロセカのこのねボリューム2、以前ボリューム1の方開封したんですけど、今回ボリューム2がね最近新しく発売されて全部1種類ずつ購入してきました。で漫画は、まあ、読んだものとかもあるんですけど、これまだ読めてない。青の箱、ジャンプで連載されてる、てかジャンプギガがね青の箱が表紙やった今回。これもちょっとまだ飽きたものの読んでなくて、可愛いなんて聞いてないの3巻です。ね年末年始大阪に帰ってて、実家に帰ってたんですけど、その前後、まあ、年末年始中買ってたやつは、まあ、Vlog で写した3冊しか買ってなくて、漫画のほとんどはね大阪に置いてて、でも読む時間なかった、結局買ったところで意味ないと思って、だから帰ってきてから買いたくて、とりあえずこれと、あとミニ余る彼氏の13巻、これがね今回最終巻です。まあ、これもね前からあらすじとか何回か紹介してるんですけど、この男の子が、まあ、結構元カノとかいたんですけど、そのめちゃくちゃ束縛が激しいタイプなんですよ。で、まあ、この子と付き合ってても全然束縛するけど、まあちょっと男の子と喋ったりする機会も多々あって、でそれのね13巻で、これもちょっとまだ読めてないんですけど最終巻迎えちゃったということで、この先生の作品はね他の作品とかも集めてます。君と越えて恋になる1巻、この先生がね何だっけな、ツイッターじゃなくてどこかでこう載せられてた作品、女子高生の男の子と女の子の話で、なんていうのこう同級生たちに最初はこう付き合ってることを内緒にしていてるけど、まあ、先輩の男の人からその彼女さんが気に入られてっていうところで公開告白して付き合ってるみたいな、そういうキュンってする感じのお話があって、でそこ以来この先生にハマって、結構ティーンズラブとか、ティーンズラブ、ティーンズコミック、いつも分からへんどっちかを主に書かれている作者さんなんですけど、それ以来ちょっとこの先生の作品集めたいと思って、多分出てる作品、この紙媒体で出てる作品多分全部集めれてるのかな。でこれは獣人、人間とハーフの子がこの子なんですよ。まあほぼ狼なんですけど、で普通の人間界、この女の子たちがいる普通の人間界に、まあ、その獣人たちがこう馴染み始めた頃のお話だから、まだこの普通の人間の人からはいいように思われてなくて、クラスのこの女の子はいいように最初から迎えてくれたけど、他の子たちからはこいつ邪魔とか、もともとこう運動能力が高くってバスケとかでも活躍して、でそれが調子乗ってると思われたりとか、それを乗り越えていくっていう、まだ一巻です。だからみんなすぐ追いつくよまだ。でこれはこれね読んだんやけど、マジで最近読んでよかったランキングに入った、ワンウィークファミリー、一冊でね完結するお話です。これはこの男の人が俳優さんなんですけど、子供が苦手なんですよ。でそれをマネージャーさんに伝えて、そしたら1週間限定でその社長の子供さん、だから断りきれないみたいな感じで、一緒に1週間だけ生活するよってなって、この男の子も子役の子なんですけど、この子のマネージャーさんがこの男の人で、この男の人は昔、まあ、この子ぐらいの時にも子役をやっていて、この人の子役時代を憧れてこの子も業界入りしたんですよ。すごい人気があったのに子役を辞めてしまったからっていうのもあって、なんで辞めたんやろうって思ってたうちの一人なんですけど、急にこうマネージャーとして出会ったわけで、でそのなんていう昔子役時代憧れてましたとか伝えちゃったりとかっていう、すっごいピュアなお話でした。元子役マネージャーさんがマジでかっこいい、かわいい、年上、ま、子供、年下の男の人、ここまあ成人組なんですけど、マジでこれ良かった、もうぜひともみんな読んでほしい、ピュアな恋愛です。でタイトルにクリスマスってあるお話なんですけど、私は年明けして読みました。君と僕と世界のほとり、二人ぼっちクリスマスっていう作品で、これもね一冊で終わります。
この男の子がまだ学生さんで、この人が社会人なんですけど、昔から家族ぐるみで仲いいっていうか、そのちっちゃい頃にこの人の家族のところでこの男の子もこう何年かお世話になってた、親の出張とかいろいろでっていう時期があって、すごい前からの幼馴染っていうか、もう家族みたいなもので、ある日急にその家族みたいに住んでたけど、こう違う遠いところに行って、でなんでその自分の元から離れていったかっていうのもこの内容でわかるんですけど、5歳上やったかなの年の差。これもね、かなりピュアな感じのお話でした。これもね、 Vlog で大阪帰ってる時に写してた義文の2022年用の卓上カレンダーです。あの大阪のメロンブックス難波で買ってきました。じゃあこれまだ読めてないんや。あ、これはサクサクパンダのおまけ。これ、日だまりが聞こえるの春夏秋冬の一巻です。ここにも書いてるんですけど、シリーズ化されてて、それの新章スタート。ここのね、男の子たちで、こっちの金髪の子が難聴なんですよ。耳がね、あんまり聞こえない男の子で、その子たちの、なんていうの、こう、手話を覚えたりとか、あと、学校生活で、なんであの、耳にそういうのつけてるのって言われたりとか、この作品マジで泣ける。結構もう知らん人いないやろってぐらい有名なね、作品なんですけど、これは大阪におった時に買ったかな。大阪で帰ってる間に買った3冊っていうのが、そのうちの1個、これ、日だまりが聞こえると、あと、これは発売日にもう絶対に買いに行った、あの、佐々木とみやの最新刊、8巻。その時、通常版しかなくって、限定版のアクキリ付きが売ってなかったんですよ。で、大阪帰ったアニメイト行ったら全然売ってると思って。で、2冊目買いました。でも2冊目なんで、1冊目も東京の家置いてたから、漫画の方は大阪で読む用として置いてきて、アクキリだけね、持って帰ってきました。あー、かわいい。マジで、うわ、嬉しい。そんで、もう1個が、この過剰妄想少年の4巻です。これもね、最初1巻だけで終わると思ってたら結構続いてて、もともとこの作品は地元のね、腐女子、友達がこれめっちゃおすすめみたいな感じで教えてくれて、で、そこから買ったんですよ。ほんで私もめっちゃ面白いと思って、それ以降買い続けてる作品です。まあ、言葉を濁して言うと、この男の子は、なんて言うの、ノーハンドで、いたせる子なんですよ。それを、まあ、学生高校生の時にこの男の子が見かけてしまって、そこから絡むようになって、で最初遊び半分みたいな感じやったけど、そこから付き合って、今のこの4巻ではもう同棲してるっていう。で今回はこの腕は誰なのか、後ろのあらすじ書いてたっけな。あ、書いてるわ、書いてるから言うけど全然映ってた。ここ男の子、この子がこの攻めの男の人の弟さんなんですよ。で今までこの4巻まで兄弟がおるとかいうのが全然わからんかったけど、まあ、急に現れて、でこの男の子がこの受けの子にちょっかい出すんですけど、それにも理由があってっていう、教えてくれた友達ありがとうっていう感じで、以上が漫画の購入品でした。なるべくちょっと今年は小分けにして漫画をできる限り紹介していきたい作品。最後あと、そう、開封系ね、ここやっていくんですけど、カードが、これも去年の時に Vlog で写してた呪術廻戦のカードで、その時五条先生と伏黒くんが出たんですよ。2枚入りのカードで、でマジで神引きやなと思ってたけど、1回で押さえといて、で今回プラス2回回してきました。さあ誰か行きます。開封、あ、待って、あ、あ、こそっか、そうやな、アニメやもんな。ゲトウ様です。あの、ゲトウすぐる、あの、押し、傷ない方を押しています。私は今回も神引き。裏面は全部一緒か、静電気でくっついてる。待って、いきます。はい、おお、スクナ様。このお顔のスクナ様、結構、何やったっけな、クリアファイル、クリアファイルじゃない、クリアポスターとかでもお迎えしたな。もう一個が、ちょっと待って、1枚目マジで静電気。はい、あ、あ、かっこいい、この野原ちゃんマジでイケメン。この前の一期放送さ、ちゃんと見たわ。光ってる、見て、マヒト光ってる。マヒトはこの前ウエハースの友達と開封して、じゃあ友達に開けてもらった方がマヒトのねシールが出ました。でガチャガチャ最後はこの1種類2回回してきました。アイドリッシュセブンメタルカードコレクション15。これは全42種類、結構あるな。まあ人数が人数だしな。せーの、はい、あ、イオリくん、イオリくん、マジで私お迎えがちじゃない、イオリくんです、かっこいい。2枚目が、はい、お、テン君、わ、いいね、女の子ですか、顔強。1枚目、はい、あ、え、あ、レア出た、しかもまたイオリ君から、え、よ、次は、はい、あー、ももさん、いや、ももさんもかっこいいな。というわけでイオリ君2枚とテン君とももさんでした。これは裏面全部違うな、裏面はちょっとアップになったバージョン。あー、やっぱもうさすがアイドルの先輩って感じ。イオリ君と、これは
さっきのレアタイプのものですね。ちょっとまた指紋拭き取ってカード収納しとこう。最近カード収納にまた困り始めてる。以上がガチャガチャのカード開封で、最後これ、ちなみに私の推しはね、ここのねねちゃんと、あとみずきちゃん、ここですね。いやでもえななも欲しいよな。あとさきちゃんも、わっかわいい。アンちゃんも欲しいな。そう、でも一個一個買っちゃったのがマジでちょっと失敗してる。多分ボリューム1同様でまた買い足していくんやろうなって感じやけど、前回結構男の子もね来てくれたんですよ。神子、まずこのね全8種類のうち誰か、いきます、せーの、はい、おー、愛理ちゃん来た。愛理ちゃんってなんていうの、こう結構気強めじゃないですか。気強めっていうか性格悪いとかの意味じゃなく、元気な女の子って感じやけど、意外と背が低くって、そこがまた可愛いなって思った。身長もさ、結構なんていうの、高い子が多い。平均って100何センチやっけ、157か158ぐらいじゃないですか。まあそれぐらいよりもっと低い子もいてるけど、意外と女の子でも高めの子が多いから、そこも可愛い。で、あと男の子に関しては、司くんが一番背低いっていうのもまた可愛い。さあ誰が来てくれるか、いきます、はい、来た、みずきちゃん可愛い。裏面はね、あの各ユニットごとで違うのかな。さあ嬉しい。下敷きの収納方法を教えていただきたい。下敷き全然持ってなかったからさ。んで最後です、バーチャルシンガー組とワンダッシュ組です。せーの、あ黄色い、司くんか、あなるほどね、りんちゃんです。りんちゃん来た、かわいい。ここにおる、あうち全然今日映ってなかった、ここにいます。なんでか知らんけどさ、ここの3人しか売ってなかったんですよ。他のキャラがなくって、ここが12月ぐらいに新商品とか言って出てて、みくちゃん、りんちゃん、れんくん、はい、というわけで今回は漫画購入品&開封動画でした。またこんな感じで今年は漫画紹介をもうちょっと小分けにして多く紹介していきたい所存予定。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。ぜひ皆さんのおすすめ漫画コメント欄で教えてください。バイバーイ。